しか落ちないんですね、角中。そして今日3本目のヒットもタイムリー。セカンドランナーホームに帰ってきて、タッチはこれはアウトです。清田が一気にホームを回りますが、これはアウト。先頭バッターを取りましたが、浅村の今シーズンのカウント別なんですが、めっぽう初球打ち、これ結果が出ていいバッティングをするのが今シーズンの浅村。ここはどうでしょう。打った、打球は左中間だ。左中間バック、バックして、バックして、入りました。その初球打ち、1点を返すホームランは浅村。第7号のホームランで反撃開始、ライオンズ2対1。打ち上げた、センター秋山出てきて使いました。ワンアウト。これも高め。しかしキャッチャー炭谷、2アウトです。今のも大きかったね。で、あの2位とか3位とかっていうのを確定しない限りは、はい、おそらくもう先発ピッチャーからすると2位を確保するために酷使してくると思うんですよね。大石、この回3人で抑えました。7回の表のピッチングです。涌井を3点ビハインドのマウンドに送って、この9回の裏にかけています。打球はセンターバック、センターバック見送って入りました。1点を返すホームラン、中村拓也。ファンの懸命な声援が届きました。まずは1点を返したホームラン、ゆっくりホームラン第26号です。ズロっていう抜け方を見せて、ね、変化させますね。空振り三振、面白いですよね。そうすることによって、クライマックスも効いてるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと高めでしたが、チェンジアップで福浦を三振に取りました。ね、本当のなんか一流プレイヤーの構えに入るのがいいですね。いいボールで最後決めました。最後はアウトコースとまっすぐで、レギュラーシーズン最後の投球になるかどうか。今日はチームほとんどの選手が出たというゲーム。さよなら勝ち、押し出しさよなら。2012年レギュラーシーズンホームの最終ゲーム、西武ドーム最終ゲーム、埼玉西武ライオンズ今シーズン2回目のサヨナラ勝利。